アンナ・レーノルズ、1931年10月4日から2014年2月24日は、イギリスのメゾソプラお及びアルト歌手、イングランドのカンタベリーに生まれる。当初はピアノを学び、ロンドン王立音楽院に進学するも、声楽に転校。ローマに留学して、デボラ・ハムブリトレ、コスターに指示した後、1960年に、パルマニテ・プッチーニの、 長長夫人の鈴木役でデビューを飾った。1962年にはグラインドボーン音楽祭に出演したり、バルビローリの指揮するエルガーのゲロンティアスの夢の公演に参加したりした。1967年にはミラノのスカラザとコベントガーデン王立歌劇場に初出演を果たし、1968年にはメトロポリタン歌劇場に出演してアメリカデビューを飾った。 1970年には、バイロイト音楽祭で、ワーグナーの、ワルキューレでフリッカ役として初登場し、ザルツブルク音楽祭の、ニーベルングの指輪の公演にも参加した。リートや宗教音楽も、得意とし、シューマンの歌曲集やマーラーの、大地の歌などもレパートリーに入れ、カール・リヒターによるバッハのカンタータ集の録音にも、参加していた。2014年2月24日にカーゼンドルフの、 ペース店にて高い下。ありがとうございます。